南部にとどろく太鼓は、1951年に公開されたアメリカ映画、ウィリアム・キャメロン・メン・ジース監督作品、南北戦争末期。南軍のクレイは、有望な戦いぶりで名高い。軍の上層部から、魔の山と呼ばれる要衝を占拠するよう命令を受け、20名の部下と大砲4門と共に出発。現場に接近するが、辺りはすでに北軍の手に落ちており。 かつての恋人キャシーが住む屋敷も北軍の偵察基地として使われていた。魔の山の頂上に登るには洞窟の中を通らなければならず、クレイは密かにキャシーと接触して道案内をさせる。一行は少なからぬ犠牲を出しながらも頂上まで到達。北軍のシャーマン将軍が南下する際の補給を妨害する作戦であり、砲撃により北軍の鉄道を破壊することに成功。 北軍は特例のためウィルを前線に派遣。実はウィルはクレイのかつての親友で、キャシーのもう一人の恋人であり、キャシーは彼が北軍に所属したことをなじる。ウィルは動揺しながらも魔の山の爆破を計画。キャシーは自分がクレイたちを降伏させるとウィルに話し、ウィルは爆破を延期。キャシーに行く爆破の時間を与えるが、キャシーは クレイの部下に謝って撃たれる。瀕死の状態で陣地までたどり着き、クレイに降伏する、よう説得。クレイは降伏を決めるが、その時すでに爆破予定時刻は過ぎていた。クレイたちが山を降りつつあるのを知らず、ウィルは爆破を決行した。ありがとうございます。